爆発音がしたから心配したよ。アレックスは助け出せなかった。あんたと一緒にいると生存率低いみたい。レイエスなら私を避けたら。いいから食べよう。今のところ静かだけど、ずっとこのままとは限らない。仮にここで死ぬとしても、空腹で死ぬのはごめんだよ。飯がうまいと気分も晴れる。ん？ようやく前向きになれたな。レイエスが修理を終えたらすぐに元の世界へ戻れる。しかしとんでもない土産話ができたな。本当、二度と卑弥呼の名前なんて聞きたくない。道潮に合わせて出航だよ。待って、ダメ。ララもういい加減にしてくれない？逃げられない気がしてるのは私も同じだよ。確かにマサイアスは正気じゃないかもしれないけど、目は本気だった。彼は卑弥呼が蘇ればこの島を出られると思ってる。確かに異常だけど、この島自体異常だし。これは自然の嵐じゃない。いい加減に認めないと。確かに船が嵐に襲われた時、何か恐ろしい気配を感じた。ここは呪われてる。どこ行くの？崖の古い基地の下に遺跡がある。マサイアスたちはそこで嵐を操るヒントを得た。何があるのか確かめに行く。準備ができたら出航するよ。あんたがいなくても。ララを置いてはいかない。寺院の中にある儀式の前へ行くには、あの船を直す必要がある。ああ、島を出るどころか内陸に向かうなんてみんなが納得するとは思えないけど、そこは何とかしなきゃ。問題はレイエスね。娘の元に帰りたがってるし、ロスを失って悲しみに暮れてる。それはみんな同じだけど、マサイアスがなぜサムにこだわったのかはわからないけど、それはもうどうでもいい。無事に戻ってきてくれたんだから。レイエス、工具は揃った？うん。ここが治ったら、あとはバルブの掃除をするだけ。行かないの？崖にある古い基地を調べに行ってくる。じゃあ早く行って。あんたを待つ気はないから。ひどい目にあったからね。私が見張ってるよ。うん、少し眠らせておこう。基地の探索頑張ってくれ。私もぜひ行きたいが、驚くべき発見があるかもしれないし。ここで見張ってるよ。レイエスは修理中で他のみんなは寝てる。一晩中起きてるつもり？ホイットマンと交代するよ。まだ信用できないんだろう。気をつけた方がいい。私がいない間も博士から目を離さないで。
け。誰も出入りさせるなってマサイアスの命令だ。もし入ったら鬼に殺される。OMS チームの連中に脅かされたな。前にあそこに廃品回収しに行った連中が戻ってこなかったらしいぜ。からかわれてんだよ。奴らの言うことはデタラメだ。まともに信じるな。マジかよ。下の階のはず。なんで止まるの？方法は合ってる。あとはもっと勢いよく下ろせれば。エレベーターが動くはず。
埋葬室で卑弥呼を守ってた。これはあなた？あなたが将軍だったの？切腹したのね。どうして？綺麗な刀。まだ鋭い。女王の命果たせず、儀式半ばにして怪我されたり、巫女は己が命運悟りで自害せり、古の女王の魂、朽ちゆく身に囚われ、怒り嵐となり、その魂この世に繋がれたるか、やむことなし。我果てしの地も、嵐の先森、常しえにお守り奉る。囚われている。それが嵐の原因。嵐を止めるには儀式の間にある遺体を破壊しないと。みんなには何て説明すればいいの？女は墓の中。まずい、早く脱出しないと。ダメだと思ったよ。見失った。何があったの？ホイットマンがサムをさらっていったんだ。マサイアスのところね。
ララは正しかった。私のミスだ。これからどうする？船は治ってる。助けを呼びに行こう。島からは出られない。ホイットマンの件は謝るけど。嵐を見たでしょ。近づく乗り物は全部狙われる。第二次大戦中、この島を調査しに来た科学者たちは、寺院の近くに嵐をコントロールする鍵があると睨んだ。サムがさらわれたことと無関係とは思えないし、この謎を解かない限り多分誰も助からない。あのパイロットやロスみたいな。あ、何が起きてるにせよ、ララにかけてみよう。また奴らの要塞に戻るなんて自殺行為だよ。サムはあそこじゃない。奴らの目的地は儀式の間。この入り江から近づける。レイエス、子供の元に帰りたい気持ちは痛いほどわかるけど、戦いは終わってない。信じろとは言わないけど、せめて力を貸して。わかった。船の準備をするよ。船はいつでも出せるよ。準備ができたら乗ってくれ。そしたら出発する。私が生き抜かなければ誰も生き残れはしない。島の先住者は私たちを狙っている。諦めるんだな。絶対諦めないから。